本日のよろっこ。コロナに負けない。プレイボール。よろっこ。広島着きますね。通常の着くの。俺にはいけんけん。はよせえ。一人の思い一人、まあ、あの子を来るかと胸弾ませて。いいじゃないですか。いいよ。いいじゃないですか。いいぞ。広島来ました。いいぞ。雨じゃけん。雨じゃけん。タクシー乗るとそこじゃけんの。SHLV 版使ってるって言われるけんの。いや広島ついてるけど十何年もこう住んだのに SH 広島弁って言われるけどな。はいはい、始まりました。どうも、今日はどこですか。広島ですよ。わし広島の来たけんの。広島弁広島弁広島弁使わんあかんじゃろ。そうですね、広島弁使ってください。そうじゃろ。捕まっていけんけん、はい、怖かったから博多弁だった。今日はですね、そう、前回広島の OB たちレジェンドたちを訪ねての、まだ江夏さんから始まり、はい、翔太さんに行き、もうひなんだ広島 OB の会やなとな。そうですよ、 OB を訪ねてです。はるばる遠くに来たもんだ。分かった分かった。やかましいな。そんな中で、そういう中です。はいはい、吉彦さんとこれまた 1,2 番コンビで、そうだね、はい、それでもコメント欄にですね、うん、龍造さんを出せ龍造さんを出せとすごく言われておりました。今回は山崎に龍造さんに来てもらいました。よろしくお願いします。いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。どうしたらひげがやして、ちょっとイメチェンです、イメチェン。かっこいいですよ。かっこいいですね。なんかそうでしょ。ダンディーですよ、ダンディー。似合う。いい感じですよ。今、ちょっと、今頃かっこよくなってどうする。いや、かっこいいですね。そうですね、遅いですね。あ、それは言える。山がいるんだけど。山がいくつになった。僕が63になりましたね。63。吉子さん、2つ違いですね、学年で言ったら。学年とは2つ。そうですね、年齢1個違いですけど。そうそう。まあ、ちょっとその前に。今日、ちょっと先に、はい、広島といえば、カープ女子代表で、はい、YouTuber の綾菜さんに来てもらってます。らしいんです。広島です。そうです。ちょっと、翔太バージョンで、はい、見た。ご登場されました。はい、ありがとうございます。東広島出身。はい、そうです。ああ、詳しいね。チェックして、チェックして。ありがとうございます。やばいさ。そういうとこ、そういうとこ神経質なんだ。いや、最高ですね。それでさ、笑うすよ。これさ、自分で調べてきてさ、あ、いやもう最高、ウィキペディアね、全部自分で、俺のと自分の、いい、失礼がパッて、パッて見たら、見えんだ。そこはちょっとね、眼鏡したまま、老眼かけたまま印刷したんで、いやこの間、翔太やったやん、翔太とは全く違うんや、龍造さんがですね、そう。いや、それはもうやっぱり、我々ファンからしても、違うなっていう、それ印象は絶対違いますよね。まあ、1、2番コンビ、うん、まあ、競技の野球も全然1、2番コンビって言ってもね、はい、全然スタイルが違ったり、うん、まあ、考え方が違うんですけど、はいはい、まあ、僕と高橋さんの1、2番コンビは、さまざまなこのポイントで、はい、真逆だから良かったっていう、なるほどですね、足が速いスイッチヒッターっていうね、はい、そういう特色は一緒なんですけど、ね、はい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 、性格違うでしょ、はい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 、どういう性格違う、明るい暗い、いや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 、暗くはないや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 、暗いっすよ、いや友達多い少ない、ね、いや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 、ただ見せてないだけやろ、あと、まあ、不器用、器用とか、ね、あー、なるほど、なるほど、それ言いますよね、すいません、やっぱりこれ言っていい、これ真逆な部分で、何だった、一、二番、ほんまそうなんや、ね、言われてましたもんね、吉彦さんも、翔太さんも、龍造さんが一番器用やったっつって、いやいや、マジで入ってきた時に、はい、総督か、広島ですね、総督の優勝した翔太、はい、これ、なんて迷う、翔太なんだけど、それで甲子園優勝や。そうですね。ほら。ドラフト1位ですからね。ドラフト1位、ショートで。そうですね。で、よう、
カープもさ、はい、俺がいるのにさ、ようショート取ったなと思ったの。あ、なるほど。そういうことやろ。そういうことではないでしょ。やっぱり内野の方々がちょっと年齢を、重ねて、まあ、そうやな、そろそろ内野も入れ替わるっていう時期だったんじゃないかな。で、三村さんと落ちたかな。そうそうそう、あの時もう年齢がいってて、はい、でセカンド入ったのかな。そうですね。でも日本一のショートやね。そうですよね。マジで話聞いたらさ、はい、一番なんで甲子園大変だったの、お前俺に話すことあるの知ってる。優勝旗をこう持つときに、はい、手が重たくてずっと。ああ、その話しましたっけ。俺言ってたね。はい、うん、そうなんですよ。雨の日の決勝戦で優勝して、はいはい、で優勝旗もらえますよね、はい、新婦の日、はいはいはい、かっこよくね、はいはい、最初は姿勢もよくかっこよく。そうですよね。最後こうですか。重くてですね。もうやっぱ雨で濡れてですよね。まあ濡れてもそうですし、こう大きいじゃないですか。そうですよね。もう右の方だけにも負担がかかるわけで。それ言いましたっけ。聞いた。そう覚えた。重みはね、でもすごいよな、これってさ、はい、あれ夏春春ですね。春でも優勝校って その持つのは1人しかいないわけや。1人ですよ。何十人しかいないわけやな。日本全国で1人ですから。うん、でいや年数でもそうや。あ、まあまあそうですね。その分しかいない、その中の1人やからね。すごいですね。でもどんどんそうやってドラフト1位で、ドラフト1位です入ってきましたよ。そうですよ。入りましたよ。やっぱりその時ってショートが来るってなった時、吉本焦りますか。焦んない、全然思ってないの。あのね、言っていい、そんな余裕がないよ俺。なるほどなるほど。まだ分かる。だって、ね、学年2つが違うわけだ。そうですね。違わないんやから。そうですね。ということは俺が二十歳の時やろ。そうですね。レギュラー取るか取んないか、うん、ちょうど、うんうん、そうですね。僕が入ってからもうちょっとこうどうですかね、行ったり来たりしたもんな。あのそういう時期だったと。だからそういうの承諾一番経験されてましたけど、違うんで。だから山の場合2年しかかかんないんで、本当そういう、うん、俺がまだ本当行ったり来たりやな。でセンター守ったりもなんかもしたしね。外野もやったりしたから自分で。あの外野の時代もやっぱりご存知なんですね。うん、そうですね。でもそうですね。外野なんでここでクスッとしてるけどね、ちょっと。でも本当すごいですね。でもすごいよって。それでいや俺がスイッチになったやん。はい。なったばっかしやな、俺あの時。そうですね。はい。ですから僕にこう小葉監督から直接言われたんですよね。はいはい。あのスイッチしたらちょっとやってみろという感覚でね。でもうすべてお手本です。なるほど。はい。いやいや、お手本ともこいつ練習なんかしてないだろうね。なんかそう言われてますもんね。ぶっちゃけ最初から振りたくないって。ぶっちゃけお前どのくらい振ったバット、スイッチ。これはもう山本和義さんがおられましたから、千本ノルマですよ。いやでも千スイング、一日千スイングです。あ、増えてるの。もう俺の時は500だった。さん、和義さんもちょっとというところがあって、あそこ通りるもんだよな、和代さんは。そうですね、はい、俺たちからしたら左打ちの。あ、で俺を見てくれてるんで、多分山見てるんで、はいはい、順番に。なるほど。でもいや俺も今でも覚えてるけど、広陵高校練習してたよ。出た。あの時に山岡コーチの話が出るんですよ。え、あ、違うんですか。あ、すいません、それ俺が先走ってしまいました。それ俺が揉めよ。そっちを先に思いの話は初めて言うけど、俺が自分の時に門限破って、はい、寺岡さんに見つかって、はい、寺岡さんに約束してて、お前もう二度と破るなと、はい、分かりましたって返事したらバレて、はい、で広陵高校でみんな止めに止めれない。あ、唯一止めに入ったのが山本京子さん。あ、マネージャー、当時のマネージャー、はいはい、もうみんな唖然として、高橋さんがもう後ずさりしながらもう。なるほど。まあ、昔だからな。いや、昔はね、おかしいですもんね。それで俺が、逃げたもんな。ああ。広陵高校。そうそう。結構時間かかったよね。でも、あれの、タクシーだって書いてあった。そう。帰ったんですか。何も多分持ってないはずなのになって。でも、寮帰ったもんね。で、走って帰ったと言ったけど、あの距離、走って帰れんや。そうそう、あの今の広陵高校、まさに広陵高校 の,、はい、
山手の広島の奥の山の学校でしたね。はい、そうですね。そこのグラウンド借りてたんですよね。なるほど。それで2分間ですね。で、はい、ずっと走ってくやんか、はい、そういう悪口くんやな俺が、はい、そうそう僕やったら走ってくやん。本当にそういう状況だったら走って帰るけど、高橋さんはこういうところの言ってからもう違いがね、心も折れてる。走ってた、走れない状態だって。それで寮帰れば、あ、お金になると、あれまだ40万のことかな。そうそう、もちろんそうだよね。40万僕の1年目か2年目ぐらいだよな、うん、で40万で背番号ですね。そう、それでタクシーで帰ったのをこうやって、で寮で散々怒られて、また散々怒られたな。でもあの頃のカープってすごかったのは、野球やらせてくれたよね、悪さしても。ああ、そうですか。もうやっぱ俺悪かったもん、うん、今の話だって初めて聞きましたよ。初めて話したその話をしようと思って広陵の名前出したわけじゃない。広陵高校行った時にもうどんどん出るかもしれない。広陵高校行った時に山が左で打ってたんよ、はい、たらもう普通に打ってるわけよ。 あれだけ見た時に、わ、こいつ天才だもん。言ってましたもんね。またね、あの今まあ解説の仕事させてもらってるんですけど、はい、アナウンサーが何人かいる中で、はい、あの坂上っていうのがいるんですけど、はい、いつもね、僕を紹介するのにね、はい、あの高橋義彦が認めた男、天才と認めた男、山崎龍三さんの解説ですって言ったら、いつも高橋さんの名前だ。なるほど、まあありがたいですね。ありがたいね。いや、でも本当にね、あの時は、俺見た時にすごいなと思う。で、ずっとやってたやろ、はい、で、まあ、一番組もと思ってないもんな、俺も40万の。まあまあ、その頃はまだ、うん、まあそうですね。はい、始まりました。はい、どうも。これね、再びまた龍三さんですね。これ龍三ね、はい、お土産博多の、はい、お土産までいただいて、焼きサバ、はい、高菜、これうまい、はい、食べてみて。はい、ありがとうございます。おにぎりだったりとか、ビールのお供だったり、あとはお茶漬けしたりとか。本当うまい、はい、あ、そうですか、うん、博多、はい、味市春香ってところの、はい、これはぜひ、はい、ぜひご賞味いただきたい。ごめんね、こんなんでな。いえ、とんでもないです。もう心のこもった、はい、でもあの頃のカープってよ、すごかったのはどんな育て方されたか、2軍で。俺は一番バットとして育てられたい。ああ、元からですね、うん、いや、もうそういうとこあったよ。まあそうですね、やっぱりそういうところは一緒ですね。なるほど、はい、相反するところは多い中で、多い中ですね、はい、やっぱりあのスタイルが一緒だったんですからね。なるほど、はい、足を、いや、そうです、完全に同じスタイルですもんね。またやっぱり小馬川監督がやっぱり足を使う、はいはい、野球っていうところのね、だからああいう育て方すごい上手だったよな。はい、もうね、自分がやるべきことというかね。そうで、ちゃんとナンバーバッター、ナンバーバッター、ナンバーバッターってちゃんと準備してたよな、いうふうになるんだぞっていうふうに育てられるってことですね。そう、だって盗塁なんかでもいくら走ってもいいんだもん、アウトになって言われたことある。まあもちろんです。逆に走れなかったらすっげえ怒られる、怒られる。なんで早く走らんかな。それで山は知らんかもしれんけど、俺2軍の時に監督やった人がいるんよ、木下さんって、前の寮長さん、はい、あの時に見逃し三振したら罰金があったよ。へぇ、1万円ない。ああ、それはちょっと大きいですよね、当時でかいや、当時安給料の中ですね。ほんで、正直言ってもうミットに入ってから本当の着払いだね。いや、本当にうまい、着払い本当に、いやいや、本当に罰金があったから、1万円っていうのすごい高かったから、もうね。あったっすかね、僕も木下さんに。いや、その時はないやつね、俺が1年目やから。あ、そういうことか。で、そういうことはたくさんあったやんか。で、話したかな、ヘルメットをぶつけられたって話したよな。はい、聞いてますよね。あの時、寺岡さんがいたやん。で、俺、ゴロ打つやん。言われたって、寺岡さんにゴロしか打つなって。僕もそこまでは言われてないんですよね。だから、はい、ちょっとこの違いおかしいじゃないか。やっぱりやっぱりミートがうまかったんですよ、ね、はい、いやいや、確かにそうじゃ、あ、そうじゃ、あ、わしは下手じゃったけど。いやいや、そうじゃない、そうじゃない、広島より下手やけど。うるさいな。それで俺はもう座って、もう何しろフライを上げちゃいけないって上がった瞬間、ヘルメットぶつけられて、あ、そう、もう本当徹底してましたもんね。
あの当時のビデオを見ていただいたら分かる。特にあのティーバッティングやってる姿を見ていただいたら分かると思うけど、もう45度以上じゃない？ほんまそうやな、ね、ボールもそうやもんな。普通ネットって、はい、あの穴開いてるじゃないですか、はいはいはい、だからそこへ入れるようになってるわけじゃないですか、はいはいはい、入らんのよ、入らないから下のバーに当たって自分が痛い目に遭うわけですよ。ガンガン当たったことあるの？それ用にここにね、あのシーツとかなんかを持ってきて跳ねから得られないようにするぐらい。そう、そうそう、俺それぐらい極端にやってた、ね、上から下でしたもんね、ボール打つために。こうやって、うん、だからバットから擦ってなかったもんな、うん、こう入れたらこのままゴーンっていくから、ゴーンっていくから、そしたらあそこに鉄のポールある、はいはいはい、あれじゃなくてガーッと当たったりするんよ。わかります、わかります。なんかでそんな時代、そうだったね昔ね。何のためのティーネットやねん言うからティーネット無駄やもんな、穴に入んないからな。龍造さんはまたやっぱりその感覚と違う打ち方をされてたんですか？はい、そうですね、僕はあんまりダウンスイングを言われてないんで、まあ今風の打ち方ですね。なるほどなるほどなるほど。ものすごいものすごいレベルスイング、ものすごいものすごい飛びやるよな。言われてますね。いやでもめっちゃ腹立つの、今見たらお前障害打率俺より上ないよな。あ、さっき言ってましたよね、障害打率、障害打率がお前でも出ない284ですよ。そうやろ、俺見てみ。だってだってその打席数が違うじゃないですか。違うよ、そう言っても見える280。ああ負けてる。こういうとこって腹が立つよな今さら障害出る280、今だ今になって言われる284ですね、僕はね。ただその分やっぱり短いじゃないですか、現役が短いし。何年やった？打席数僕17年ですね、実質まあ15年ぐらいですか、一軍の。変わらへんやないか、うん、そうですかね、うん、まあ、この辺がまたこう相反して違うところですね体強い弱いいや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 もうそういう話の端味で出てくるんですよ逆のパターンが気が強い弱い、まあ、いや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 、大舞台に強い弱いとかねいやいやいや、そうか、いや本当そうです。僕は日本シリーズとか、うん、オールスターもちょ出てるのは出てるんですけど、うん、ああいうところにビビるタイプなんですよ。そうなんかな、はい、もうダメです、ね、なんかでも活躍されてるイメージですよね。もう全然だから、あの日本シリーズもう超悪いです、成績打ってない、はい、ペイと一緒やね。あ、ペイさんも一勝もしてない。一緒、あれは俺が責任がある。今でも用意ドンでペイが先発の時に用意ドンで俺エラーしたもんな。そこがつまずきのもとだし、そうない、マジエラーしてそれで点が入ったからなって、ペイ勝ってない。そうそう、本当あれだけの大投手は北別さん謝ってきました。すいません、謝ってきましたよ。この間も僕からもこの間もそうだけど、正大寺も謝って、みんな謝るけど謝ってばっかりじゃないですか。正大寺これでみんなまとまっていくんですよ、あのね。まあ正大寺はみんな知ってるから、そうですね、山はいたよな。あったような気がするんですけど、いやみんなそんなもんだよ。そうですね、まあ、チームちょっと事件が多いって、どっちかっていうとまたトゲが今だから言えるんですよ、現役時代は言えないですよ。そうですね、いや現役の時そんなのきつかった。きついな。きついきついきついよ。また急にポッと浮かび出す。もう本当に寮の電話当番するんですけど僕らが若いのが、ね、携帯のない時代ですから。ですよね、超人気者じゃないですか、はいはいはい、電話かかってくるって言ったら高橋よしこさん、高橋よしこさんとかかかってくるわけで、はいはいはい、その中で彼女とかのもう当然かかってくるわけじゃないですか。そうですね、はい、で繋がなかったじゃの、なんじゃのでもう説教をするようなタイプの人だったし、めんどくさい先輩ですね。リーゾーさ、俺も出会うとこが1年したやんか、はい、あの時に食堂があったやん、はい、食堂は畳み上がったろ。そうですね、畳が左側にあって、そうやろ、はい、で、3回以上なっちゃダメって言われた。あ、そう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 、電話が、なったらあかんの、なったら怒られる。飯食っててもこう背中向こう側に、電話向こう側にして俺たち食うやんか、あの上の人たち奥やん、うん、俺たち入ってすぐやん、うん、で、こうやって食ってると昔の電話って知ってる？黒電話って。はい、わかりますよ。音もわかります。音わかる？どんなんですか？なんか土地を感じるな。最初にチーンって言うな。ああ。
チン、もうこう食べてるやん。もう鳴ったような気がするんですね。耳についてあ、はい、で耳についてもう3回以上、もうすごかったもん。正確に襲われるようななるほどな、はい、電話当番ピリピリしてますもん。いろんな意味でまず部屋まで部屋まで行って探して、でいなかったら今度放送するわけ。なるほど。でそれでいなかったらいませんっていう。はいはいはい、そうなの。なるほど。でそれ俺に怒られたのは、放送してすぐ出たらもう切ってたから俺が散々怒ったよな。いやそれ僕じゃないですよ、怒られたの。誰だったんですかね。川口さん。川口は怒られたもん。長電話したから。ああ。あそこ書いてあったろ。あ、はいはいはい、ここは受け専門の電話なんで長電話しちゃいけませんとかさ。はいはいはい。であと横にあったっけ電話。公衆電話ですか。公衆。いやなかったです。あの頃なかったな。なかったです。あれ一度しかなかったと思いますけど。そうなんや。あ、そういうのあったな。その電話を取り合いみたいな感じになるわけですからね。なるほどです。吉岡さん独占してたとか。独占はしてないよ、だってかぐらいなのかかってくるの待ってる。あ、まあそうですね、部屋でずっともうギャン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 、はい、顔が悪い入電がいや俺今でも覚えてるけどさ、ヤンマがさあそこで何の話が出るのかちょっと怖いよね。いや、いろんな話はしないから大丈夫。それで、あそこの熊本で藤崎台でフェンスぶつかったやん。ああ、僕がですね、はい、外野で。外野で、はいはいはい、はい、だけどこの僕は空白の1年があるんですけどね。何年目ある。4年目か5年目ですね。もう4年目になったんで、レギュラー取って悪いんだけどな。5年目ですか。5年目老眼鏡かけたら5年目です。はい、ちょっと見え張っちゃいました。1981年ですね。そうです、そうです、1981年です、はい、に怪我しました。だから7年に入ってるんだから5年目ですね、うん、はい、我々が、でも、はい、今年はレギュラーになるぞというようなイメージの年だったんです。その前に何年か前1、2番っていつ頃から組んだ山。いや、その後ですよ。僕はレギュラーになったのはもう82年から83年ぐらいですからね。その後か。その後何がですか。高橋さんと1、2番、うん、いや、だからその頃からだ。ちょこちょこあったと思いますよ。あの時でも見た時に終わったと思ったもんな、俺。はい、僕も終わったと思いました。本人が一番思いました。コンクール足しか取り柄のない僕が。で、いや、山言った言葉知ってる。一番最近言った言葉、肩が痛い。そう、わーっと集まってて、やったーと思ってわーってフェンスガーン突っ込んで、みんなは足を心配してくれるんで、足見たら膝がないよ。はあ、えお皿が、皿が、骨折して、あーで、うわー、お山大丈夫か足と思ったら、こいつ肩が痛い、肩じゃないやろって。いや、人間ってしびれるよな。そうです。なるほど。もう足の感覚がない。あ、逆に、ね、痛いを通り越して、あ、もう右足なんですけど、右足がもうなくなったじゃないけど、なるほどなるほど、そんな感覚です。こっちはしびれて痛みを感じない。で同時にぶつかった肩とかが痛かったです。こいつ何言ってんよ、肩痛いって。足やろって。肩が痛いって担架運ばれながら言っとくよ。もう見た時、わっ、うわー。で、膝をついた状態で倒れてたと思うんですけど、はいはいはい、で、お皿がだから4枚に大きく割れたんですけど、多分自分は見てないんですよ、はいはいはい、多分そこが4つはピローンとこう、そう、ペチャーンとなった、ペチャーンとなってたらしいんですけど、自分見てないんで、そうそう、こう見た時ペチャーンとなってる。うわ、皿4枚。そうです、大きく4枚。1枚、2枚、3枚、4枚、1枚足りないって、おしまい。いや、おしまいいう感じだったんですよ。人の怪我を拾うこと言うの。でも、三村さんも当時、まあ、駆けつけてくれて守ってたらしくて、うん、そうそう、でも気持ちいいわとか、もう吐きそうになったから、そうそう、だってみんな嫌してた、ダメって言ったもん。すごいベンチまで音が聞こえたって。ああ、そうそう、そういう逸話もあるんですよ。聞こえんじゃろ、うん、それは嘘じゃろ。嘘じゃろ。でもガーンって言ったから、当たり方がもうコンクリートだったからな、のそのな、
だからいかに選手にって言われてましたよね。で、一応球場だからっていうんじゃなくてね、プロ野球でもそういうね、施設がちゃんとしてないとこでやってたっていう、今思えば本当怖い話、ね、今できないもんな。そうです、あの佐野さんがやったよな。そうです、あの阪神の佐野さんが川崎球場で、はい、だから僕はあの怪我をして義務化が進んだんですよ、ラバーにしようと。まあでもその前に佐野さんが、言われると佐野さん阪神だったんですかね、うん、川崎突っ込んで、はい、突っ込んで 大きな怪我されて、僕が 2人目だったんで、それでこう義務化に加速したっていう。だからまあ佐野さんもそうですけど、僕は球界に貢献してるんです。なるほど、何を急に表彰されてるの。いやいや、そうだと思いますよ。じゃあ今度うちから出すわ、表なんか表彰状をいただけたら。でもあれやるのは内野手のみやで。はい、そうです。あのボールに食らいつけやんか、最後は。そうですね、佐野さんも飛び込んだよな。あの人もどんどん内野や、ヤブも内野から来てるよ。 あの外野ってやっぱ分かるんだな、あの感覚が。やっぱ上手なんやな。飛んじゃうんですね、うん、もう取れる思うたらもう行くんよな、はい、飛び越えますもんね。で、行こうと思ってそこにあるからね、ゴンと。マジで今でも思います。だから、はい、壁いうかフェンスがなければ取れてたのにって思ったら、はい、逆にですね。そうそうそう、あれフェンス急にグッとくる。いざ取ろうとした瞬間に。そうだよな、あんとこ行ったから。あれと一緒よ、こういう上に天井があって、それがないと思って立った瞬間ゴインってなる。あんな感じよな。なんじゃああいう感じ。いや、ほんとそれでまあ大怪我をしてしまう。え、何年経った？あれ丸1年ですね。でも1年ってすごいよな。まあ逆に言うと当時のまあ医学がどれぐらい進歩しとったかよくわかんないですけどね。皿だけだったんです。ラッキーだ。そうなんです、結果から言うとお皿だけが割れたっていう、うん、後の半月板であったり人体とか、うんうん、そういうのとこの損傷がなかったんで、うん、よかったのかなと思います、ね、すごいラッキーだよな。なるほど、うん、でその後よ、ずっと帰ってきて、はい、打ち出したやろ、また、うん、そうですよ、ね、で、1、2番組んだよ、はい、うん、で、まあ苦労はかけたけどさ、うん、2番バッターとしてな、まあでも2番バッターの仕事やから、まあそうですね、もう明確だったですからね、昔の野球っていうのは。1、2番コンビイコール1番が出塁、2番が自己犠牲、うん、自己犠牲、なんで自己犠牲って、ね、自己犠牲や、それが仕事やわ。すごい、なんか俺はその他俺この間も翔太もさけど、なんで翔太と山崎の上に俺がおらかんない2人支えられなかった。いや支えられてるわけじゃないよ。俺も支えられしないよ。違うよね、俺がいるから2人が仕事ができるわ。そうやろ。逆に僕が輝いて、そうやろ、う地味なところで輝けたっていうのは高橋さんのおかげですね。でも本当にこの2人のバンタム上手いのよ。うん、そうですよね。それ腹立つみたいな。この間も翔太にも言ったけど、ちょうど汚いな、あいつ。強いよな。うまいことセーフティーがうまいから。キラかヒットですよね。まあ、泥臭さの、まあ、象徴ですね。まあ、大谷そうだよな。やっぱ、こうやって見たら。まあ、なんか、ね、龍造さんはちょっと他の吉彦さん、翔太さんよりもちょっとスマートな感じにどうしても見えるんですよね。そうね、そう。翔太がどっち派って言ったら、こっちか。そうですね。そうですね。あの、不器用派。あの練習しなきゃ、まあ、だから高橋さんと翔太は、うん、同じようなタイプ。そうですね、全てにおいて、はい、性格やらなんやらかんやら、うん、何々の問題も、はい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 、何々の問題も、はい、そんなことや。僕はもう本当面白くない人間で、もうほーやば、やば、何の事件にもない、何の浮いた話もない、やば、ね、そういうあれでですね、やば、やば、はい、先へ進めましょう。やば、ほー、なんか聞こえない、ほー、もう胸疲れたもんがする、俺こうあるんやけど、まあやっぱそういうこれちょっと面白いですね。喋りすぎだわ、これダメだ。大丈夫だ、これ大丈夫、これだってちょっとどうするんですか、これだから。俺にこういうこと言う分はいいわけ。そうです、そうそう、全然、はい、そうだから、俺ほらモヤモヤしてるもんを出してないわけやから、いいわけやから。俺もモヤモヤあるけどいいわけやさ。みんな成人君子じゃないんやから。で、山のことなんかプライベートがあんまり知らないから、正直初めてだから、もうね、こう初めてやからさ、あの出演は、
だって今初めてだった。言っていいことと悪いことがちょっとわけわかんなくなるね。調子に乗っちゃうね。やっぱり。最高です。昔の、昔のね、乗せるのがうまいみたいな。いや、やばいっていい。俺は何言われても全然平気ない。みんながそう思ってるね。はい。もう本当そうやな。そうですね。もう何でもありですから。多分俺、カップの中で一番飲まれたの俺じゃないかと思う。あマジ でもそのようなことをやってたわけじゃないね。本当ね、門限も破ったし聞こえてない、まあ、だって普通門限破る普通だったあの頃、うん、で今度多分富雄さんに出てもらうと思うの。ああ、ね、原因、はい、門限を破る。そうですね、全てを教えた男。そう、いいですよ。さ絶対喋らんで、ね、喋らんで、ね、本当にもうあのいいですか、ここから質問を雄三さんの方にどうぞ。あの雄三さんから見た吉彦さんってやっぱりどんな人だったですか。どんな人、はい、もうかなりもうね、その僕の感覚は喋ったり喋りかけたじゃないけど、うん、喋ってると思うけど、やっぱり、うん、どういうのかな、やっぱりこういう暗い人間だから何でも言うけど、ものすごく羨ましい人間です。あ、精神的にも強いし、メンタルも強いし、はい、ね、あのさ、努力家だし、はい、それを簡単に言うとさ、何にも考えてない人間じゃない。違う、努力の人。ああ、でも俺本当に下手だったからね、うん、だから強さがもうあらゆる面であるんですね、うん、いろんな面で、うん、強い人です。なるほど、はい、やっぱ強さのその源っていうのは不器用さだと思うんですけど、お前、お前言うね、いや、お前言うね、言うね、確かにそう、僕の思い事は不器用さが強さを生んだ人、うん、そうだね、うん、って僕は思う。いい最高の言葉ですね。いや、でも本当ね、俺今言ったように、俺器用だったらここもなってないもんな。うん、そうでしょうね。まあ、違う面では器用だけど、やっぱり練習量ついていけなかったですよ。まあ、商談もそうなんだけど、まあ、商談もやっぱり叶わないと思うんですよ、高橋さんの練習量。ほんと練習したな。うん、他の面は器用なんだけどな。まあ、自分で言うか。どういう面は自分で言うんだよ。それはあったかもしれない。いろんな意味で言うか。でもその強さからそういう容量の良さとかをやっぱり習得した人なんだろうなと思います。おそらく、まあ、木下さんの話出ましたけど、高校からプロに入った時点はまだウブなというか、やんちゃっていうぐらいな程度だったと思うんですけど、豪快な、そこから豪快さが増していくわけですよ。その過程をずっと見てきた僕としては。なるほど。でもさ、俺僕嘘言ってます。嘘言ってません。最高。だからさ、あんまり門限破りすぎると面白いのは、突き破ったよな、これ、門限、ね、うん、時に天井を間違うって知ってる？天井ね、天井を間違う、起きた瞬間、えっ、ここどこやだ。そうそう。あ、え、ちょっと待って、お前今のちょっと今のピンになるぞ。今お前今自分でボケと思って言い方がそれやろ。そこ今消してもらうか。数少ない僕のその門限破りもあって、数少ないんですよ。はいはい、100としたら1ぐらいなんですよ。そういう、なるほどです、ね、行為は、はいはい、そういうエピソードですね、すべて。あ、もう言わないでいいから、大丈夫。もうそれお前言わないでいいから、あのそこはピーするから、そこはピーするから大丈夫。ただでも、ね、だんだん面白くなってきた。いや、今でもあるんですよ、僕でも少ない、あの経験の中で、はいはい、もう酔っ払って、はい、一瞬焦って、はいはい、バッと起きた時に天井見て、はい、そうでしょ。ここどこや？ここどこ？あるよな。ここどこやんだよ。パン。お、量は量量や量量は量量や。量量やって。マジで。僕でもある。あるよ。覚えてない。まあ1000回1回。酔っ払って帰ってきてベロベロになってきて、だって窓から入んなきゃいけないとかな。いろいろ言ったらさ、ある人はさ、革靴履いて。登るのにここがガリガリになって革靴が使えなくなったとか。そんな、あと流しのトイレから入ってくる、トイレのあの洗うとこを足掛けて落としたとかさ、あ、いろいろあるんですね。ある。で帰ってきて、ほんま酔っ払ってる、酔っ払うよ本当に。バッと起きた瞬間あるよな、天井、えっ、どこここってなるの本当に。あの
時の焦りよったらね、うわーっ見た、あ、寮、あ、寮、寮だ、寮だ帰ってきてる。俺、一回だけ遅刻したことある。人生ですね。人生で、うん、寮で、寝過ごしたり、練習、試合の練習日のね、練習日で、二軍で、もうあん時の甘酸っぱいこの辺のさなんかこう、甘酸っぱいと表現なんか、わかる時計見た瞬間この時計間違ってないかとかさめっちゃ自分にいい分取るわけ、はいはい、これ時計間違ってるよなこれ違うよなえこれ多分夢であってとかめっちゃ思うんですよ。この辺がさなんかじゅわーっとこう何なんだろう、はい、変な感覚ですよね。もうあの感覚抜けないか。俺絶対は俺早いですよね、行動がですね。もう遅刻しするのやめようと思ったわけ。俺あの遅刻のあの今でも寮の時計を見た瞬間のえって思った。真っ青になったもんな。でマネージャー今もだんだん真っ青になってきてマネージャー山本兵庫さんだろ。もう兵庫さんですよ。そうやぞ。今度逆に吉彦さんから見た雄三さんっていうのは、まあ、いつも、まあ、うちの YouTube で言ったり話はしますけど、うん、まあ、改めてどんな感じ。まあ自分の本人で天才ですよ。スイッチもそう、成績見ても分かるやんか、うんうんうん、で腹立つのさ、この成績見たけどさ、まだ小玉さない、まだ小玉さだったよ、うん、なそうね、あれですね、あれですゴールデングラブ賞4回取ってんのかお前。まあ4回しか取ってないですけど。ほーそんな言い方するんじゃえ、お前はそんな言い方出現するんじゃの。え、高橋さん4回しか取ってないって言うんじゃの。ほうすごいの。わしは1回も取ってないっての。すいません、ベストナインも3回取ってどうなっとるんじゃこれは。やっぱり俺な1回も取ってない優秀な後輩か、やっぱりね。当時やっぱりショート上手い人がじゃそうじゃないよ。あのな、俺はよ、ようミスはしてる。今度ピッチャーの人に聞いてみたい。吉井君が守ってどうでしたかって、この間江夏さんのいい言葉を聞いたよ。江夏さんは、江夏さんはノーアウトまでだったやんか。おー、はい、ね、はい。あれもそうだけど、その前に、締め球場で優勝決定、俺やらせてるって知ったよ。特に江夏さんは、俺は経験したと。うん、自分で分かったと経験して。何ですかって言ったら、バックは信用しちゃった金言、エナスさんならではのそれちょっと、俺のことやぞ俺のこと。でもあの時は飛んでってないですよね。ノーアウトも飛んでってない。飛んでってないですよね。前に飛んでない、うん、打球が。そうそうそう、あの時は飛んでくるなと思って。いや、まあベンチだったな、時あの時はもう、はい、小葉さんのすぐ横でもうドキドキ聞きしながら、やっぱそうですよね。みんな場面でとんでもない、守れんぞ、はいはいはい、はい、て守ってたんですからね。もうドキドキハラハラです。でも本当思うよね、あの時だ木下さんがセカンド守ってたかな、うん、で、サード三村さん、はい、ファーストがあの衣笠さん、はい、でキャッチャー水野、ピッチャー稲田さんやな、うん、センターはコーチなんですよな、はいはい、ライトがライトか。レフト水谷さんか。いや、守備要員で変わってるかもしれない。レフトはちょっとわかんないですけど、ライトはライトル、うん、ライトルだろ、確か、うん、だから、何人飛んでくるなと思ったら聞いてみたいな、うん、絶対思うと思う、あの場面は、ね、あの究極の場面はなかなか経験できない。究極ですよね。究極ですよ。あそこのグラウンド、うん、グラウンドもね、大阪が球場だね。今の人工芝だったらなんとかなる、うん、今のいい人工芝だったら、うん、そうですね。もうひどかったもんだから、市民球場もひどかったけどな。まあそうですね、これ、はい、だから山最初セカンドやってたからね。そうですよね。あの、はい、僕そうですね、声を大に していたいのは、僕が今、まあ、仮にも成功者として、はい、いただけるんならあれですけど、はい、運だけでね、僕努力というよりは努力もしたんですよ。努力してるよ。努力もしたんですよ、はい、だけど体力がないからちょっとこう練習嫌いのように特に高橋さんからは見えるんだろうけど、でも全体的に言うと運だけというか、はい、運が良くてこの成績になれたし、レギュラーになれたし、この世界で生き残れたんですよ。
というので、その僕内野で入ったんだけど、はい、この怪我大きなアクシデントだったんだけど、はいはいはい、外野になったことで僕はこうやってあの成功できたんです、うん、これも運の一つなんですよ。怪我したことも運の一つなんですよ、僕からすれば。あ、はい、プロ入る時も甲子園初出場で優勝したんですよ。すごいですよね。あれも運なんです、はい、それまではプロのスカウトも誰も来てなかったんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい、そうなの。そうなんです。タイミング何が良かったのか、ずるずるずると言って優勝してしまったという。それがもう運です。運も実力のうちやな。そうですね。だから運だけです。努力しないこと絶対ないから。努力はやっぱりしたと思う。俺は少ないかもしれない。俺はほら、不器用な、不器用な男だよ。いいえ、そんなことないし、やっぱりたった4回しか取ってないんだよ。いや、だからこれも外野だから、まあ、あの取れたという、まあ、肩は弱かったんだけど、捕殺とかも結構コントロール良かった。いや、取ってから早いよ、内野手が、はいはい、それだけは良かったです。肩は強く、肩も弱くはなかったよ。いや、だからそういう面ではすっごい上手なんです。そうですよね。で、あの若いうち行ったから良かったよな、外野に。そうです。でもすぐで外野戻ったことあるの？ないです。だから怪我をしたんですよね。内野しかしてなかったから怪我した。あのフェンスの あることを全く頭から抜けてました。なるほど。だから怪我したんです。でも全然普通に外野で、もう4回しか取ってない。いや、すいません、それちょっと失言でした。ちょっとここはカットでお願いします。カットのつらくないと思うんですよね、お前。まあ、もう4回しかですよ。この後スイッチヒッターって言われたじゃないですか、お二人とも、はい、そのスイッチヒッターを言われた時って、うん、突然もう言われる感じなんですか？もうなんかこう前段階というか、こう前兆みたいなものとかはあったりするんですか？ちょっと記憶がね、もう本当定かではないんだけど、まあ、さっきも言ったけど、僕は小林さんに直接言われたような気を知ってるんですよ。で、もう右バッター、右一本では僕の場合はこの世界やっていけないなって思ったんで、ご自身もう二つ返事でっていうか、やりますっていう感じだったんですよ、僕の場合は。で、第一号さんがおられますから、ついていくっていう覚悟がもうすぐ、まあ、出ましたね。梅雨払いですよ。俺が先だ。こう言って先前進んどいて、うん、その道を作っといた。まあ、パイオニアですよ。でパイオニアですね。山崎とか翔太が後来るわけか。はいはいはい、で、あの時小林さんに言ったことある。小林さんも。俺の場合は柴田さんを見て。柴田さん、そうね、当時柴田さんしかいなかったですね。いなかったから柴田さんを見て一緒にやった時に、あの内野安打とか、うん、そういうのがいいなと思ってたんだよ、うん、それを見て俺にさせたっていうモルモットやな。実験台ですよ。ちょっと言い方はどうか分かんないけど、うん、まあそういうことですよね、うん、で、俺にやれと。で、俺を高三に育てられるから、はい、分かりました。で、大和翔太の場合は言ってたけど、今言ったように、プロだったらこの右一本だったら無理だってやっぱし小林さんは判断したみたいな。だからそういうとこも運なんですね、僕は、うん、で、はい、足があるやん、2人あのままだったらスイッチにしてくれたことをこれ運だった、うん、そうなん、右だったらそこまで行ってもやっぱし頭打ちだっていう話をして、だから山も翔も足があって、うん、そういう面ではやっぱスイッチさせたんですかね。ああ、そうですね。ああ、そういう話されました。したああ、もう分かるような気がするんですよ。実際もう、もう非力で右で全然打てなかったんですよ。だから足も活かせないっていうか、そういうところからだったんで、もう2つ返事で、ただ思いのほか左の方がスイングも速くなったし、だってもう腹立つよね。あのミートも、はい、なんかそんなイメージですよね。あまり詰まることなくというか、はいはい、左でのあの高橋さんはここにあの詰まるから、はい、ここに輪っかをはい、はい、してたんだけど、はい、僕したことないです。あお前天才ですよね。俺今思い出したけど、思い出した、そうそう、俺こんなごついのしてたっすね。50円のスポンジ買ってきて、ここに自作ここにスポンジ当てて、はいはい、テーピング巻いて、50円のスポンジ当てないと詰まって痛くて、痛いですよね。で、俺打ってたの。でそれがないわけよ。僕ははめたことないです。すごいですよね。
で守備してるんですか、外野行ってもすぐやろ、はいはいはい、ただごめんね、ゴールデングラブ4回は、はい、4回しか4回しかもうその言葉はすごいよ、すみません、耳についてもしゃあない龍蔵さんから見たこの吉彦さんと北別府さんって、おー、いきなりぶっこんできたね待ってせまあこれ数々多分ね、はい、このチャンネルでも話題に出てると思うんだけど、まあある意味僕が、まあ、あの答えから言うと、はい、高橋さんと、はい、その北別府さんがをのこう一緒にこう会食じゃないけど食事をする席に僕セットしたいなとか、はい、その場にいたいなとかいう派なんで、はあはあ、それを実現させたいです。あ、実現しようとしたですよね。そうそう、ああそうなんですね。あれ何年か前にあったんですか。そう頼んだよな。うん、あ、いや僕が頼まれたことはないけど、そうそう、頼んだよな、あったはずなんですよ。うん、ただお互いに そのもう拒否するじゃなく、うんうん、っていうところまではそうそう、あ、あったんですね、上がってきてるんですよ。そうそう、あと実現するだけなんですよ。なるほど。ペイがほら、でペイさんが今ちょっと体調崩されてますから、うん、ちょっと現金、まあ、でやられた時には現実する可能性はあると思います。番組流せします。そこ中に入ってもぜひいいですし、お願いします。思うけど外から見るとどんなあった俺、うん、俺人と聞くの聞きたくないけど、まあ、話したことところを見たことは全くないでしょ。あ、ないよ。会話してない挨拶もしてない。えー、そんな見たことない、目も合ってない感じですか。そうそうそう、まあ、極端に言ったら目も合わせてないしね、二人ともいない状態やろうな、うん、そうそう、うん、同じ場にいてもなんか変な感じやっぱそうなんですね。まあ、それを見て、はい、まあ、周りが気を使うじゃないですか。自然にもうそういうのが普通になってましたね。あ、まあ、気を使うまでもない、まあ、これが当たり前かか、なるほど、どっちかというとこれが、はい、でも通常というか、お互い突っ張ったもんな、うん、ですね。やっぱり単純にどっちも気が強いし、うん、なんでやっぱりプロ向きの性格、オプロ向きじゃないいやいや、でもでもすごいよな、そういうのって。いや、登録いくつって合わせるんだよ。僕は220何本しかしてないんですよ。すごいよね。200ちょっとですね、228。でも、山のすごいのはアウトになってる数が少ないよ。はい、僕にはモットーがありまして成功率にこだわるいや、言うか、高橋さんの成功率は知りませんし、僕の成功率も実際は知らないんですよ言っていいか、俺多分アウト数は3本の指に入ってるもんな。あ、そうなんだ。プロ野球で、うん、マジで、うん、いやでも70何本だったんですかね。73、私はすごかったでしょ。そうです、僕でも39最高走ってるんですよ。そうですよね、39でも盗塁王には全然なれないですもんね。もう松本さんとの競争がすごかったですね。ものすごかったから、もう太刀打ちできないですよ、はい、だから成功率出してくれ。俺だって成功率は関係ないもん。まあそうですね、マジで。そうですね、俺だって何しろ出たら走るのよ。うん、もういや本当に、あの突進、突進していくっていう。走りたいからヒット打つかフォアボール選ぶ、うんうん、でフォアボール選ぶタイプじゃないからな俺、はい、最初の頃。そうですね、もうイケイケの吉彦です。そうそう、全てにおいて。じゃあ嫌だったでしょうね、吉彦さん、龍蔵さん、塩田さんがガンガン来るんで。まあそうですね、ね、1、2、3番が、そうですね、1、2、3番ですよね、スイッチだったいう時もありますし ね、 そうですね。まあそれは相手からするともう嫌がられたとは思いますね。その北別府さんの話に戻るんですけど、うん、戻んなよ。すいません、どうぞいいよ、どうぞいいよ、戻って。その後、辰川さんとギクシャクした話のつながりで、ギクシャクしてないよ、ずっと。あ、そうなんですか。ギクシャクのダイエー行ってからギクシャクだけよだけど、その頃、あのカープ行った時は全然ギクシャクしてないな。はい、タッチンって言ってたけど、俺は。あ、そうですね、先輩だけど、はい、そうですね、タッチン、うん、タッチンって言われてましたね、うん、そのお二人を見てて、なんか悪くなかったもんな、カープの時。そうですね、なんか悪くはないですよ。くも、よくもないですよ、よくもないです、決してよくもないですよ言われた、タッチに。俺、お前見てる腹立つんだって、練習すごいするからって。あ、あの、辰川さんも練習しない人なんで。そうなんですか。まあ、そういう、あの、体力がないんで、あの人も。
だからそう今健康オタクになってますけど、ね、ああそうなの、ものすごい神経質ですよ、多分今酒も飲んでないんだけど、嘘、健康オタクになってます。逆に体を壊すよ、ものすごい気使われてますよ体には今、でも考えてみたらさ、まあ俺がちょっと体力ありすぎたよな。ですね、絶対真似できない、はいはい、遊んでも遊んでもそうですよね、その何倍も練習するんですから、すごいっすよ。あの体力があったら僕も40までできとったのになって思ったりする時ありますよ、高橋さんぐらいの体力があったらあ、山できるだろ、俺は自分で趣味でやめたの。え、趣味で、趣味でやめた、うん、阪神行って趣味がもう嫌でついてこなかった、来れなかった、もう、もう趣味が上手だって普通にできてたら俺まだやってるもんね。そうね、2000本はね、いけるそうそう、いけてましたよね、いってるわけですからね、うんうん、そうそう、あそれ聞きたかった、そういえば、うん、そうそう、趣味でやめた、趣味でやめたっていう話でね、もう、あそうですか、もう趣味が不安で、うん、やっぱ最初から不安だけどさ、はい、ずっとずっと不安だけど不安がだん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 蓄積されて、はいはい、年齢いくとやっぱし打つ方も悪くなるやん、うん、そうするとやっぱ趣味ができないからね、ちゃんと、はい、それができなくなるっていうので、はい、もう夢に出てくるもんな、エラーするとことかさ、となると怖さが出てきたという感じでもあるんですかね、うん、もうじゃあ自分の野球ができないっていう形だから、うん、でやめたな、うん、うん、2000本なんかどうでもよかったな。あそうですか、でも打っとけばよかったと思うでしょ、もう思っちゃうんですよ、僕は2000本までは遠いんだけど、ああ1500は行きたかったなと、ああいうのでね、ちょうだい、ちょっとちょっとちょうだい、ちょっとちょうだい、山からもらったからすいません、あのヒット数もらったんで、で何あげました、2000も、あそうね、僕はもうはい、ホームラン、ホームラン1400も1200もあんまり変わんないからね200本売りますわお金です、それができたらいいよね、すいません、あの山崎君が あれしたんで、ね、2000本来たんでお願いします公認してくださいまあそうですね、女性の話になっちゃうんですけど、はい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 いいのこれ、いいよ、うん、まあ僕がびっくりした話です、はい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 、楽しみです足も速いが、はい、も早いっていう話なんですけど、さすがやるの通るようですよね、うん、とね、こう言われた方の武勇伝の話の一つだと思うんですけどね、まあ遠征、まあさっきも言ったように新幹線隣同士だし、はいはい、でまあお互いにくつろいでました、はい、でね、まあお隣さんは週刊誌見てました、はい、突然、おい山、おいこれ女じゃん、ところから始まりました、なるほどただまあある、まあ、女優さんの、はいはい、そのなんですかね、写真っていうか、はいはい、連載されてた、はいはい、なるほどというところですよね、はい、私もう今超有名じゃないですかっていう話で、当時お嫁さんにしてナンバーワン、うん、ああいいんですか、そんないいですいいです、いやまあ僕はそこはこういう名刺はあるんですけども、はいはい、でまあわずかその後、まあ、僕の中ではちょっと明確な期間はちょっと分かんないんですけど、はい、確か1ヶ月以内だったような気がするんですこれはまあご本人に聞かなきゃいけないんですけど、今度はやばい、ちょっといいもん見せた写真ですよ、はい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 、今度写真ですね、週刊誌の写真じゃなくて写真ですよね、現像したやつですね、現生以下はまあ実写です、はい、その写真を見せられた時、嘘嘘嘘僕はやられましたもう、あとは想像してください、なるほど、それは誰の話ですか、ワキやろ、加納亜希子さんの話ですよ、ね、うん、俺結婚しようと思ってたからね、そうですね、まあ、それはうちの YouTube でも言ってますもんね、本当に結婚しようと思って1ヶ月1ヶ月より広島にも遊びに来てて、ワキ、うんうん、も来てたからね、うんうん、横からちょっと噂になったからね、ああ、ワキちょっと飯でいない、うん、で飯食ったりしてたから、はいはい、俺は結婚しようと思ってたから、はい、でこの間もねちょっと電話したいん、脇と電話、今でもたまに電話するんだよ、ああいい関係を築かれてるんです、ね、そう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 、
大丈夫って大丈夫って話して、うん、お母さんも亡くなったみたいで、うん、なんか今一人でいるみたいなんだけど、うん、大丈夫って言ったら、うん、大丈夫よっていう話をするよ、うん、セブン今でも、うん、そうですね、同級生だからね、はいはい、写真のあれはちゃんとした写真だったよな、ちゃんと、いや、え？いや普通やろ、普通の写真やったろ、普通のツーショットですけど、うん、場所が、そして2人の覚えてペアルックだったんですよ。何やそのペアルックって旅館の浴衣最高ですね。覚えてない、覚えてない、僕は鮮明に覚えてますよ。でもあれ、その週刊誌を見せていただいてから、うん、僕の中では1ヶ月以内だったように感じたんだけど、どれぐらいですか、多分か紹介してもらったかなんかでしょ、会う機会を作ったでしょ、そうそう、あれが作ったでしょ、自分で、それがまさか、いや、某テレビ局の S さんじゃないでしょうね、さすが今まったですよ。いやいやいや、言ってもいいよ、スメラギさん。S さんだ、僕は S さんって言って絶対 S さんじゃん、 S さんでもスメラギさん、うん、テレ朝のプロデュースやったよ、あのスメラギさん、これちょっとこういう名詞はいけんすよ、皇帝の皇っていうあの書く方で、はい、すごくカープの選手みんな帰らってくれたんで、はい、僕らも、でだから中井貴一さんとか、はい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 、あと東山とか、ね、いやみんなその当時一緒に飯を食ったりとか、はい、秋野陽子とかね、まあ、同級生そうですね、でそうやってそういう人がいたわけ、うんうん、有名なプログラム、はい、この間亡くなられたんだもん、へえ、すべさん、はい、でこの中で本当はみんなこの間中井君と貴一君ね、はいはい、と話した時に、いや本当はみんな集まっていろんなことしたいんだけど、うん、この中だからって本当はみんなやりたいわけ、集まって、うん、そうですよね、でそういうのがあったわけ、なるほど、でそういうのがあって紹介してもらって、うん、脇と付き合えるようになった、なるほど、ね、やっぱりきっかけはやっぱりスメさんだろうなと僕は想像してました、ね、うん、もう完璧にスメさん、はい、もうだってスメさんはやっぱすごいかかってくれたやん、うん、カーボン選手、本当もう莫大お世話になってますよ、うん、もう小早川もそうやな、竹もそうだし、もちろんカーブ広島出身の方ですから、そう、そういうことなんですね、広島出身のお父さんが有名な広大の学者かなんかは、そうですね、やられた方で、テレ朝です、テレ朝やな、はい、で有名な人で、ですっごいいい人で、ほんと可愛がってもらったんですね、お世話になって、そういうのがあって出会うチャンスがあってわずか付き合いだしたのかな、で結婚しようと思ったんだけど、うん、俺も生意気だったやな、やっぱ結婚したら、いわゆる俺の腕一本で食わすっていうイメージがあったから、野球選手バレるやつやん、レギュラーで。したら、脇の関係のあれで仕事が、脇は辞めるって言ってくれた、はいはい。で、じゃあ結婚しようってなったわけ。はいはい、でも理由、いろんな理由で辞めなかったわけや。で、俺も、まあ、生意気やな、うん、まあ。だったらええよって言って、別れてきたわけ。今あったら、うんうん、仕事しててって言うな。今だったらね、大丈夫、俺が主婦するから逆にね、そう、今だったらね、うん、だからやっぱそういう生意気だからもそういうのあったかなって、まあね、あった、だからそういう、うん、でも面白いの今、新幹線でさ、うん、グリーン車やんか、はい、これまたさ、誰が隣になるかってすごい嫌なんやな、あ、まあでもそれはマネージャーが気使わある程度こう、うん、誰と誰が仲いいとか、そう、仲がいいとか、はいはい、悪いとか、悪いか、はいはいはい、でもあの頃カープって仲良くはないよな、まあ、うん、個性派が多い集団だったですからね、いや本当思う、うん、で本当野球やってもさ、いや俺のことは俺するからって感じだったよな、うん、だからまあ私生活はそれぞれこうあるんだけど、うん、まあ、野球が始まると、まあ、一つになってたじゃないけど、古賀さんをっていうようなイメージでまとまるようなチームだったっていう感じが僕は。みんないいやん、古賀スマイルって。うん。嘘や。嘘です。はい、僕もあちこちで、あの古賀スマイルは嘘です。ほんま嘘やな、はい。あれはテレビ用です。あの、鬼の形相だったら、うわーってみんな、うわーって始まったーってなる。あ、一回覚えてる、キャンプの。やってる時に、ヤムがいたと思うよ、外野手がだらしなかったんや、キャンプのノックで、あでノックしてだらしなくてシートノックや、だから小葉さんがさ、顔、内野手でやばいやばいやばいやん、
やばい、もうすぐ分かる、うん、で内野に帰るわけ、外野が終わって、全員いきなし、うわーって、もうみんな元気出して、うわーってやったときに、こうやってすっと、はあ、よかった、そんなにもう顔色を伺うぐらい、ういや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 、外野手の僕としては、内野手のおかげで、あれですね、いや、ほんまそうやね、ことなき、そう、というか、あのね、小林さんはね、でも本当、野球はやっぱしっかり教えてくれた、だから、あの頃のカープがそれですよね。まあでもさ、今はどうかっていうのはいかないけど、うんうん、ただ本当に俺1番で2番やんか、はい、で山が2番バッターでいてくるときに、うん、俺は迷惑かけてると思ってないんだけど、うん、まあかかってないですよ、うん、自己犠牲ただまあたまにですね、たまに早く走れよってところでさ、こうちょっとこうね、文句言ってたで、俺もできるだけ早く走ろうと思ってるからねでも俺も早く走る方だよな、そうそう、イケイケの吉彦さんですから、ね、マジで、はい、早い方ですよ、うん、まあ、その中でやっぱり、まあ、ツーアウト、あ、ツーストライクまでもうどっちかというと、ま、待つタイプだったからね、はいはい、まあ、でも左でも見えるよな、走るのちゃんとな、そう、見える見える見える見えます見えます、はい、まあその中でまあ僕も、まあ、さっきの話じゃないけど、はい、まあ、輝かせてもらったと、僕のタイプ的なものがあってね、引き出してもらったっていうことはありますよ。でもこういう雰囲気でさ、テレビ放送せえ、そうですね、うーん、まあでも俺もやっぱ違うでしょこの前も僕初めて副音声っていうの仕事を一つ来たんですよ、はいはいはい、あの阪神の亀山だとやったんですけど、こんなに試合見ながら同じような感覚ですよ、まあちょっと亀を外しすぎることはないけど、はいはい、あ、これ楽しいなと思って、副音声専門でやりたいなって思った、だって話上手いからですね、で面白いし、一回さ、はい、やったことあるよな、あるある、そうなんですよ、あ、もうこの一番黄金コンビで1回だけ、1回だけ、はいはい、たださ、言っていい、真面目ないよ、はいはい、そうそうそう、それは伝わりますよ、もう放送がでも面白いです、喋りはいやいや、でもまあそうですね、その時まだやり始めの頃だったし、だから、はい、もう1回できたら聞こうか、いいですね、嬉しいね、いやいや、呼んでくれんやろ、テレビ局が俺呼ぶのに二の足踏むから、全局がまだやっぱりそれあるんですかね、知らん、そんなのはね、知らん、ぜひ龍造さんの力でですね、お願いします、いや、それそういう無理は言わないそうなるようになる、そうですね、そ う, そうなんや、でもさ、終わってカープ一つじゃん、山は、そうですね、俺は出たけど、これも運がいいというか、うね、ありがたいというか、そのまま18年間指導者として、うん、そう、何年やった指導者は18年、え、現役17年の指導者18年、35年カープにお世話になりました、すごいですよね、18年指導者やった、はい、カープ一つで、はい、すごいね、で辞めてちょうど10年ですかね、うーん、二軍監督辞めて、はい、あ、その話、はい、いや言わないよ、これ以上残さないから大丈夫でも俺今のカープを見ててさ、なんかどっかで俺たちの野球ってあったやん、カープの一番強かったのに、はい、野球長将軍団の、まあ、それをしろとは言わんよ、でも俺いろんなプレーに出てなんかちょっと甘くなってないかっていうとか、守備走塁でもそうなんだけど、うん、盗塁でもそうやな、なんかまあそうですね、うん、なんか甘く、まあ、今僕の立ち位置からしてですね、うん、そうなかなか言いづらい部分もあるんですけどもね、まあ、ただやはり高橋さんが言われるように、確かにそのじゃあカープ色って絶対あると思うんで、チームでカープからでカープがやるべき野球っていう、もちろん今の佐々木監督もやりたいっていう、それがちょっとまあできない部分もまあ事情があるというところもあるんだけど、まあやっぱり物足りなさは当然感じてますよね、足の使い方のその細かいところですよね、盗塁だけじゃないじゃないですか、ね、やっぱり走塁の技術を高めれるところっていうのはまだまだ甘いっていうところもあるし、ね、まあ競技のそのどうですかね、はい、あの傷の舐め合いとは言いませんけど、はい、少しこうお互いを高める、うん、
なんかこう環境がもっと欲しいなっていう感じですかね。荒々しさ欲しいなと。やっぱり強い時と嫌になるとこうお互い自分にも厳しくなんかこう指摘もできるっていうようなね、うんうんうん、そういうのがやっぱり強いチームなのかなと思ったりもするし、だからそれを追い求める必要はないと思うのかな、うん、これは今の野球でやっていかなきゃいけないから、うん、ただ勝てば関君負ければ続くんや、うん、でそれであのいいとこも行くけどカープファンはやっぱちょっとつまずいてる心もあのでどうなのかなと思って、うん、もういい選手も出てきたし、だからそういう面ではそう熱くなってきてるやんどんどんで、ピッチャーのこともあるし、やっぱどんな形でも、まあ、勝てば官軍だからな、勝てば何にもやらなくなるからな、うん、負けたらそれをみんな文句言うだけだけどね。まあまあもちろんそうですね、うん、まあ確かに今また苦しい時期に入ろうとしてるというかね、うん、3連覇した後に ね、ちょっと苦しい思いをしてるんですけども、うん、まあやっぱりでも3連覇した時は、うん、昔のカープに近いような、うん、まあ、感覚いうのも多くあったと思うんですよ、多くいうか、そうですね、あったからこそ勝った部分もあるんですけどね、はい、だから昔のカープを追い求めるファンもいるやんか、はい、でも俺からしたら正直言ってよ、これは取っ払って、うん、今のカープをどう強くするか、今のカープはこういう形になってるっていう形が見えてないわけ。まあ確かに確かに、だからどうでもいいわけさ正直言って、うん、要はあの頃カープは強かった、私も言うやんか、あの頃のカープ野球は違うとか言うやん、うん、でもそれを追い求めてしゃあないやん、うん、こればっかしは。まあそういうことですね。でこれは取っ払って本当はゼロにして、今のカープ現状、今の選手の現状、ピッチャーの現状で今のカープ、新しい極端に新生カープやな、うん、のカープのやり方でこうやって強くしたいんだっていうのが見えてくればいいと思ってるんだけど、うん、それは言われた通りかもしれないです、うん、はい、昔々ってあまり言わない方がいい、うん、そういや俺はそう思ってるよ正直言うと、はい、ただ俺はこういう YouTube で昔の話はするけどね、うん、あのこう変わったとかこういうことがまだ足んないじゃないかって言うよ、うん、でもそれは俺たちが経験した中で話をしてるだけであって、うん、今現実にカープっていう12球団6球団がこういう野球をしたい、でもよその球団はこういうでこういうやってやる、でカープは俺笹岡が勝っても負けてもいいんや正直言って、そういう時期あるやんか、うんうん、必ずありますよね、でその時に俺の野球はこういう野球やってくるっていうのが見えないわけさ、うん、でそこがもどかしいってファンも負けてもあしゃあないねって、うん、こう勝ち負けやんやな、うん、勝負とって、うん、で負ける時もあるんだけどファンも、わ、佐々木の野球、こういう野球したいんやねっていうのが見えてないわけよ、うん、そうですね、で、たまにいわゆる温存して、え、こいつ出てこ、なんで、なんでって、うんうん、違うんじゃないって、いや、俺はこれ、こまあ極端に言ったら俺はこいつ心中するとかさ、久保、うん、さんが俺そうだったよな、うん、お前が出てこない、俺が辞めるかどっちかって言ってそうとは言わないけど、うん、まあ笹岡の野球はこうだねっていうのが見えて、俺はないから逆にファンがもどかしい、うん、でなぜ勝ったかっていうのも見えてこない、はい、ただまた打ったから勝った、これ野球なんやな、はい、あ抑えたから勝ちました、でもこれこういうんで野球で崩してったねっていうのが見えないよな、うん、だから笹岡監督が川田ヘッドコーチもそうなんだけど、ここ1年間選手がいないときそう、こう若手を使う、で若手が伸びてきた、で若手を踏まえてこうする、こういう野球をしていくんだっていうのが見えてくると、ファンっていうのは待つことができると思うんだけど、うん、あまりにもなんかその日暮らしの野球に見えてしまって、まあまあ、うん、って俺は思うんや、うん、重い重いかな、重い言葉、いやいい意味でよ、うん、だから、うん、いや言い方がやや鋭いというか、うん、まあ、確かに、まあ、カープ野球とかあるわけじゃないですか、はいはい、だけどそれをじゃあ今のメンツでできるかできないかっていうのはできない時もあるわけですよ ね、はい、この選手 の、はい、その質の問題というのもある中でね、はい、じゃあどういう勝つためにどういう野球をやっていかなきゃいけないという同じ方向を思っていくっていうのは大事なことだと思う、うんうん、そこら辺が高橋さん見えないっていう言い方をされましたね、うん、まあ確かに
走れ走れって、もう今実際走れるやつって言ったら野間しかいないそうですね、いないですよね。あの盗塁に特化したら ね、はい、ね、足の速いというところで見たら、はい、まあ聖也もまあ速いぐらい、はい、そうですね、この2人ぐらいなんですよ ね、 すね。じゃあそれに代わる何かをとかっていう、こうなんかね、うん、意図があってこういう野球に突き進んでいくんだっていうものをやっぱファンは見て、うん、思うんだけど、見せてほしいというところが ね、 だからあるのかもしれないですね。面白いのは俺たちあの時強かった野球があったやんか、カープが前世って言われた時代、じゃあ走れた選手何人いた、うん、いや特化した選手どの時ですか、一番強い時何人いた、いて3人やで、2人か3人、うん、2人か3人、うん、多くて3人、3人、ちょうど正田と俺が山と3人かぶった時、この3人だけなんやで、うん、で、あと抜いたら翔がいない時は2人だけなんや、うん、だから、みんな勘違いしてるっていう、なんで、いや、足を絡めた野球とか、うん、なんか言うのかって思う、俺思ってしまう時、うん、いや、あの当時、言うけど、2人しかいない、うん、今日2番バッターやから、ね、1番バッターで2番が1番を生かさなきゃいけない、2番死に体になるわけよな、はいはい、いわゆる捨て駒になるわけよ、はい、ということは現実に動いてるの俺1人か、うん、俺が死あのダメだったアウトになったら山1人になってるわけ、そうですね、でそれがずっと動いてて、え、なんでいわゆるカープっていわゆる足を使う野球って言われたか、俺そこ不思議ない、で、みんな言うやん、うん、カープ野球はもともとは 何を使う、足を使うとか機動力、機動力、いや何をもって機動力かっていう答えが出てないんじゃないかと、うん、まあ確かに今川田コーチがそこら辺をね、うん、足が速い遅く関係なくこう隙のないというかね、うん、はやろうとはしてるんだろうけどね、うん、それが実際に見えてこないというか、うん、確かにいうところもあるんですよね、意図は分かるけども、うん、っていうところですかね。だから俺たちの時に機動力って言われたら 何を持っている、俺、山、翔だ、それも入ってるかもしれんけど、面白いのは足がちょっと速かったら隙があったら盗塁するってことない、うん、いや、金さんもそうや、浩司さんもそうや、考えて、三田さんもそうだよな、ディレートしたりとか、要は隙を見せないでくださいよあんたちって、私隙を見せたらどっから走るか分かりませんよっていうのが、俺はなんかすごい機動力に見えてしまってるような感じがするよ、ね、いやでもそうでしょうね、誰が走るか分からないっていうことですよね、うん、だから本当はだから走るチャンスがあれば、聖夜なんかでも聖夜君なんかでも選手なんかでも走りゃいいと思ってるし、うん、それが全体的に、わ、走ってくるよなっていうイメージがつくのか、だから機動力っていうのはさっきも言ったけど、俺たち一般的に言ってしまうと俺と山しかいない、うん、これな、そうやな、盗塁的に隙を見せたら走れる人がもいるという、はいはい、そうで、今井ジョージがダイソーで来るぐらいやん、飛び道具、まあそうですね、もう、はい、7、8、9、ダイソーはな9回にスペシャリストが1人いるというわけやん、で、それを強みもあった、そうやろ、うん、それを持って機動力ってするんやったら、うん、今のカープでも別に普通にメンツはいるよねと思うんだけど、うん、やらせてない、やってないだけでですね、まあ裏返せばそうね、こいつはもう安牌じゃもう走らないよいう、うん、選手がね、塁に出てた時に策がないというようなイメージもあるかもしれないですね。だから俺たちの時にあったやん、ワンウェイ、ツーウェイリードってあったやん、リードいっぱい取ってとか、そういうのを見えないやん。そうね、だからこの間話したワンウェイ、ツーウェイ、あと言われたのはスタート切れた瞬間は絶対セーフにならなきゃいけないから牽制手 OK って言われた時もあるよな、うん、寺子さんとかさんのみんな牽制してもいいからスタート切れたらもう絶対 100% セーフになる、うん、でワンウェイ強いがあるやん、でそういうふうにやってたんだけど、でそういうのもやっぱ加味されて機動力なのかなって思うだけで、なるほど、まあそうね、
うん、そういうところの走らなくても走るんじゃないか思わせることも機動力の一つかもしれないし、それによってバッターに対して甘いボールが来るというなんかつながりが出てくるというか、だから若いからユニフォームを予防してるじゃなくて、いや4番5番6番だからユニフォームを予防してないじゃないもんな、なんか俺はそういうふうに、よく分かりやすいですね、そうに見えるんや。だからさっき言ったように方向性が見えてくると勝ち負けなんてしゃあないやん、これな、そうですね、こればっかしは、うん、だからそうなのかなと思うだけであって、うん、現役時代の時にこう苦手だなと思う選手だったり、こう得意なチームだったりとか、ああそれは絶対あるよ、うん、もう僕の場合、僕から言っていいですか、あのね、チームとしてはね、僕、はい、チームがあるんですよ、まず調子があるでしょ、こう、チームがある中で調子が悪くなったら俺はドラゴン戦が欲しいとか、ね、なるほど、なるほど、チームによって、はいはいはい、まあ結局は相性のいいピッチャーが多いいうイメージがあるんで、はいはい、ドラゴンズ戦は俺好きだった、なるほど、だから開幕もドラゴン戦から始まったら、よし今年はいけるぞスタートだしというような感覚があったんです、ここ は、 はい。だから当然ドラゴンズのね、うん、結構当時の小松達夫とかね、はいはい、か牛島牛とか、はい、まあ、抑えをやったあんまり苦手意識ないんですよ、お前小松達夫大丈夫だった、え小松、小松好きだった、抑えたから俺、違和感なかったです。あー、なんかほんと、ひれっかまっすぐ早いけど、変化球がしょぼいようなイメージ、しょぼいたら、おねんね、こまっちゃん。というようなイメージだったから、まあまあ、やっぱり上から目線でいけることなんでしょうね、たぶん。いや、そんな感じですね。で、逆に言う、うん、あのね、打てないっていうのはね、おばなさん。もう多分みんな知っとる、おばなカーブが大嫌い。あの人が来たら絶対打てそうにないです。俺なんともないのか、もうダメだったっす、僕は、ヤクルトですよね、あれと、僕がもう晩年になって、あれ、桑田、はぁ、あ、あのカーブが合わない、大きなカーブが2回だったんですね、カーブの後の球が、あのコンタクトできなかった、僕はそういうところがありましたね、まあ、桑田はいいピッチだったからね、あですよね、あのメリハリの効いたね、俺はダメだったのが翔太だろ、辰川さんだろ、北部違うよ、ちょっと話が違うよ、話が違うよ、誰だったのって聞いてたけど、でも俺でも聞き覚えのある名前があったもんね、フレーズがあるんですよ、自分のチームじゃん面白いけど、いや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 、苦手なおばさんやろ、怒られですよ、それ一番怒られただけじゃん一番苦手が寺子さんや、そうだね、一番怖かったから、ね、山本寺さんには多分高橋さんはまあね、まあ挙げれば山本和代さんもいたな、そういえば違う話変わったけど、違う意味でね、苦手意識ね、チームじゃなくなってる苦手って言うんでどうしてもこう入ってくる目打ちがまず苦手、小松は嫌いだったね、へー、何が打ちづらかった、用意どんどん小松出た時に俺早いと思った、中級のボール見えんと思った、うわ見えんって言ってましたよね、あとびっくりしたの松岡弘さんのカーブ、松岡さんねいやイメージはね、一回向こうへ逃げて、あっと、まあ、マジでこんなのナイアガラみたいな感じですよね、そうそう、食べてるじゃん、こっちの方が早いんだよな、いや加速しながら落ちてくる、得意は佐藤明夫さんもうカモ斉藤明夫さん、本当のカモ、斉藤明夫さんも言ってましたよ、他の YouTube で、本当のカモ、多分ね、あの人は4割出したになってる、俺あもっと6割出して7割出してサイパークさんがずーっと投げてくれた6割出してくらいになってるんですよ、あ相性良かったですね、もう相性大好きだったもんね、じゃあ当然明夫さんの自覚はあるということで、最後アンダーソードなんですよ、ああそうかそうか、あなんかそのシーンアンダーソード覚えてる気、そうもう明夫さんああいう性格だからどうせ打たれるんじゃないっていうような感じで多分投げたと思う、でももう何投げても打たれるんで最後下から投げたって本当に言ってました、アンダーソードなんだマジで秋夫さん俺が塁に出た時にまたのそうそう
やるやん。まさかの。まさかの。あれも、自類しながら。そうそう、またから見るから、大笑いする。またから見るな。またから。秋代さん、出てくださいって言いましょうよ。どんどん。それでさ、俺、リード大きい。すっげえ。こうやって、こうやって見るよ。こう見た瞬間さ。なんか、すごい。秋代さんに、ただ、もう、もう。すげえリードでかいから。もう面白かった、秋代さん。面白いピッチたくさんいたな。村田千代さんもやっぱ、フォーク見たしかやばいと思った。マジで。まあでも本当得意不得意が別々だから良かったんでしょうね、バランス的に。そうよね。ねえ。もうコマツアー初めて見た時に、マジで150ガーン行った時に、常に中。その後も打った記憶があんまりないこと。ない、内野安打とかあんな。それで、そうやな。だって斉藤明夫さんが俺の初ホームランだよ。あ、そうなんですね。スイッチして左で。そこから得意だったんですね。そっからもう加速してた。投げて打たれた時の斉藤明夫さんテレビ出てたんや。こうやってまあこっち向くけど本当はライトやけど。打った。悪い。マジで。打たれてすごいショックやったんやろな。こうボールがポンって入ったんや。あれが初ホームランやね。そこが始まり。うん。それが始まり。カモの始まり。あとはずっとカモ。ああ。でもカモとあれってすっげえ面白かったよ。でもこれ見てカモカモ言うなって言って。で、江川さんはあんまり俺たちに真剣になれなかったな。そ, うね、それ分かるだろ、はい、やっぱり龍三はそのイメージですね。実は初ヒットが江川さんなんだけど、まあ、それは関係ないんだけど、本当そうですよね、うん、あの言葉悪いけど手抜き投法の手を抜かれてた。なるほど。でもこれ掛布さんはすごかったって言われて、掛布さんはあれ言ってました、うん、全く違う時期の俺たち扱われてるわけや。多分そうだと思う。バッターを見ながら、なるほど、多分そう投げ分けてたという。やっぱり山本浩二さんたちにバンバン来るってことですね。急に球違ったよな。そうそう、ギア上げた時とのボールの差全く違う。明らかに違うんですよ。俺だからヒット打ってるの結構ええかな。カーブとか、はいはいはい、真っ直ぐカーブしかないんだよ。あ、なるほど、うん、だからみんなすごいって言うけど、はい、あの3、4、5って電池はギア上がってるけど、球がカーン、たまには投げるんだけど、あんまりイメージがないよな。そんなよな。そうですね。でも良かったと思うのよ。ペイとかさ、ツーヤンとかよ。まあ、山根さん。で、うちのピッチいたやんか、たくさん。味方で良かったと思うよな。コントロール良かったやん。川口も名前出してやって。あ、川口な。あの、フルハウスな。もういつも3-2。頼むよーって。あ、それでフルハウス。いつも180球ぐらい投げる。そうか。めっちゃ元気だよな。球数多くても平気。あ、柳越というか何球投げ、お前ここごめんハーフ、俺思ったのブーペンじゃないだろお前って、何球投げ込むんやって。だけどペイさんはもう先ね、こうギリギリのとこ狙ってカウント悪くしたりする、はい、したりするのと投球間隔が長いのでちょっと守っとってというなんかところあるんだけど、川口はねボールかいうような感じで、で神宮だよ。川口、はい、おい時間お前大変だからお前次時間があるんや、俺で用事があるんだって神宮ってさ早く投げろってボール出すの、分かりました、俺たち守ってんやからって言ったよ。俺とボールしたエラーしたのちゃんそういうオチがあるんですね。ごめんごめん川口、ごめんごめんって言って、分かりました大丈夫です。でも川口は偉い人もごめんなって言ったら、ああいい大丈夫ですよって言って抑えてくれる。はいはい、なるほど。広島カープのピッチャーみんなそうだったよな、偉い人も守ってくれたよ。なるほど。阪神移ってマイクな方、はいはいはい、露骨に嫌な顔された。いや違う違う何嫌な顔で阪神戦阪神ショートも偉い人、ね、マイクはごめんなって偉い人ちょっと長いことや、あ、大丈夫ですよ、抑えますから
6点取られたんですよ。シンコさんのせいじゃないですか。俺のせいやね。そうだな。そんな違うんやな。タオルじゃない。大丈夫ですよ。なるほど。で、押さえてくれて、マイクの方は、大丈夫ですよ。6点。あー。こんな違う。レナさんの言うことよう分かった。なるほどですね。うん、バックは信用しちゃいけない。名言ですね。背番号の話もしてもいいですか。いや、一番やろ。はい。え、1番はいいやつけてるよな、うん、結構山、まあ、僕の後からはだけ前だそうですよね。で今の鈴木誠也、うん、だからまあ僕が辞める時に、うん、実は その時の代表の人が1年間は誰にもつけさせないからなっていうので、うん、ありがとうございます本当に、うん、っていう話があったんですよ、うん、で ありがたいなと思ってちょっと1番という印象付ける意味でも1年間、ねうんうんうん、すぐ誰にも渡さない、うんうん、ありがとうございますって辞めたんだけど、はい、ものわずか1週間ぐらいですかね、はい、その代表から電話がかかってきて、はい、なんか嫌な予感しましたよ。そうですね。お前前田をどう思うっていう話から始まってもう若手のもう戦勝株だったんですよね。え、それはまあ、あいつ可愛がってるし、うん、まあ今からね、将来の鳥ナップ打つやつですよね、はい、って言ったら、そうやろと来たわけです。そうですよ。悪い、1年間誰にも背番号やらないで、まあやめてもらおう思うたんじゃが、了解してくれ、という話で。でも、いいやん、そうやって、ちゃんと電話かかってくるんだもん。はい、もうそういうあれがあって、一番前田に譲ったという話ですよね。今ボソッとこいつ俺になったと思ってこの方は、はい、なったと思う。吉住さんなかったあるわけないだろ。喧嘩売ってんのかと思ってなんか吉住さんなかったないわ。あるわけない。いろいろありますからね。語るも涙、聞くも涙。いやまあその辺をまた話を始めると長くなるので、ね、いやもちろんですね。私は悪くございました、うん、また本当ね楽しい話たくさん聞かせていただいてまた龍蔵さんにはまた一緒にうちのチャンネルまた懲りずどんどん出ていただけたらなってちょっと思います。いやまたの機会を作っていただけるんで。いや全然そうなんですか、はい、ありがとうございます。初体験を、はい、楽しく今度は商談メールでやろうか。そうですね、商談3人で面白い話全く違う性格だから、ね、いや本当そうですね。ショーと山は聞いててちょっと面白かったですね。この違う面白さが一緒に遊んだ覚えないですね。だから考えてみ、この違う性格を俺一番バットとして引っ張ったからかんない。ああそうか、よく聞こえますね。そうですね、そう言われてみる。いや逆を返せば、あの一番バット両二人じゃないと耐えれなかったっていう多分ファウルした。待てや。いや走ってバーしてファウルした。待てや一球ぐらいお前。待てんのか。わしが走るんじゃけ。っていう感じで。でも面白いね。そうだったら面白い。これ本当あったらな。いやいや確かに。またわしが走るから待て。言ってた。ぜひ三人トークか、まあ小浜監督とか、まあ。カープの方で会っていくっていう企画でどんどんこれからやっていきたいと思います。うん、楽しかったね。はい、はい、ま、もっと最高の楽しい話でした。あっという間の時間で長いことごめんだよ、また。いやいやいや、ありがとうございます。明日もまたよろしくお願いします、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは
ゲームセット。次回もよろぴこ。